ありがとうございます。まず今プロ初勝利を挙げて私たちに立ってこの風景をご覧になってどんな心境でしょうか？最高です。今日はどんな思いでブルペン、そして肩を作ってこのマウンドに上がりましたか？同級生のカズマ、まあ、初回に3点取ってくれて、まあ、いつもありがとうございます。そして船岡様さん、実はこの東京ドームでのマウンドは3月31日の開幕戦以来ということで、ファンの皆さんの声援しっかりと背中を押してくれたと思いますが、いかがでしょう？しっかり自分の耳の奥まで聞こえてました。ありがとうございます。そして原田先生は東京の私社会人で26歳でプロ入り、あのキャンプの時から自分はこの年齢なので1年目から勝負しなきゃいけない、結果を残さなきゃいけない、そんな思いなんですというふうに話していました。この掴んだプロ初勝利いかがでしょうか？前半戦は思うようにいきませんでしたが、後半戦はチームのためにいっぱい腕を振っていきます。今ウィーリングボールは手元にありますか？見せていただいてもよろしいでしょうか？ここに来るまでたくさんの人の支え、応援があったと思います。感謝の言葉、どなたに伝えたいでしょうか？両親にありがとうと伝えたいです。いつも嬉しい時もやはり両親が言葉をかけてくれ、そして味方になってくれました。そうですね、まあ、この年になるまでも毎日うるさいくらいに LINE をくれたりするんですけど、やっぱり、まあ、その親の言葉があって、まあ、今の自分があると思ってます。ありがとうございます。ご両親も喜んでいると思います。さあ、船岡様さん、後半戦に入って7月、そして勝負の8月、まだまだ厳しい戦いが続いていくと思います。リリーフ陣もまた登板増えていくと思うんですが、これからの投球に向けて一言お願いします。ルーキーの船岡様、広瀬です。これからチームのために精一杯腕を振り、勝利に貢献できるよう頑張ります。応援のほうよろしくお願いします。本日のヒーロー、岡村和真選手。